はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう。妖怪ウォッチ、プニプニの実況をしていきたいと思います。新年明けましておめでとうございます。というわけで、本年もよろしくお願いいたします。妖怪ウォッチもプニ。神々や。すいませんね、寝起きなんで。よくやっちプニプニも楽しんでいきたいと思いますよ、引き続きね。で、これが前回の、スコアダックの結果ですね。ちょっと動画撮れなかったんですよ、年末でわちゃわちゃしてて。なんですが、一応アイテムとコンティニュー解禁したんですが、あんまりいいスコアが出ませんでした。もうちょっと頑張れたと思うんだけど、2万5000円がきつかったかなというところでしたね。特攻なかったんでしゃあないかなと。で、新しいイベントが来てるんですよ。ちょっとね、なんだっけ、前のイベントね、もう少し頑張りたかったんですけど、ワイポイント稼ぎとか、やっぱ年末とか忙しかったですからね。つうわけで、エンマ武道会ですね。ランクトリプルです。闇エンマが登場。ほう。これは？ほう。蛇王カイラ、蛇王カイラっていうのがもしかしたらあれ悟空なのかな。あ、でも悟空ってついてないな、名前に。アーマーテラスがダメージだ。で、この閻魔はどの閻魔、普通の閻魔。ダメージアップ、うむ、アイテム集めですね。あれ、じゃあ今回はどうなんだ、ワイポイントはどうなったんだ、ドキドキ。横取りチケットはワイポイント交換って書いてあるな。うん。で、ザッパドキやドンドロ、牛汁うん。が横取り値の強さがアップするやつね。うん。なるほど。で、ポイントアップするのが闇エンマと、エンマ、ダメージアップは闇エンマ、ザッパ動機は金国、金国。おで、ダメージアップはナルシス未成。なるほど。どうしちゃった。お正月キャンペーン。おう。あ、出たね。エラベールコインとかか。これは課金的なやつだよね。確か。1回だけ購入できた特別なコインが限定再販。まあ選べるってのはいいよね。自分が持ってないところとかが取れるわけだからね。まあ、金額はこんな感じ。ワイマネーが増量してるよ。ほう。エンチャオカイラ。今回は黒妖怪はなしかな。ああ、エンマってこの新しいエンマってことだね。なるほどね。まあ、そりゃそうだよね。前のエンマなわけがないか。ちなみに、謎取りか。やっぱ。ああ、ダメージ回復のやつか。全体ダメージか。ダメージカット、味方を回復。へぇ。硬いですね、アーマーテラス。蛇王カイラとエンマを合成。へぇ。蛇王カイラは倒しやすいのかな、SS だから。どうなんだろうね。で、エンバーガシャから出るんだ。大変かもね、これは。でも頑張ればいけんのかな。なるほどね。ワイポイント交換か。ごめん。で、これが新しいガシャね。
いや、エンマ合成って、まあ、最後の最後でやるとかってのはありなのかな。あ、でもまあ、どっちみちか。そもそもカイラ取んなきゃいけないんだもんね。また見よっか、中身。年末のニャンゴは、まあ、回したんで、良いかな。私は無料分しかできませんが。はい、つうわけで、ただちょっとね、Y ポイントね、4500貯めきれなかったんだよな。残念ながら。イベントはないんだね。せめて4500貯めときゃよかったなとちょっと思ったんですが。ね。微妙に足りない。ちょっとイベントで貯めていけばいいのかな。ちょっと待って。3%。スピーチ姫のパス。今まであったっけ？すぐせいさん。エンム、歌舞伎ロイド、メビナギャン。ああ、この辺持ってないから欲しいな。ザッパドキア。あ、コタカン、コタロウって持ってない気がする。赤鬼も持ってないんだよな、確か。あ、そっか、エンマとエンマ大王が別ってことか。なるほど。A は、揃ってっかな。あ、ブルックリンがいるじゃん。ブルックリンなかなか友達になってくんないからな。ワンチャン。日暮らしもあるって確か持ってない。なるほどね。了解です。まあ、やっぱ特攻を引いてかないときついかな。まあ、でも武道会だからね、イベントはね。Yポイントはクリアするたびにもらえるのかな？多分。お前はカイラ。ライバルみたいな感じなのかな。まあ基本的にいつも通りの武道会だねこれね。まあ私は横取りなしでやりますけどね、いつも通り。あ、Yポイントが少ないんだ。これそっか、今回まあ後から変えられるからね。ちょっと待って、そっか、でも Yポイントか、これえぐいな。そっか、Yポイントはしっかり稼いでいきたいよね、頭から。今回はあれだな、Yポイントあるなら、頭から横取りありでやっていこうかな。いや、でも揃うの大変なんだよな。まあ、しかも正直横取りする気ないんだよね、序盤って。そう考えると、なしの方がいいんだけど、集めていくにはね。むずいわ。いや、どう考えてもこれだって Y ポイントのポイントアップついてるようなもんじゃん。まあしかも、あれだもんね、がっつりやる人って、どんどん先進んじゃうだろうから、大丈夫だよ。ありできっと。ありで始めちゃった。知らない。やっちゃいましたね。
はい、というわけで、じゃあ今回はお知らせ、あ、せっかくだから戦ってみる？でも多分変わんないよね。何ポイントもらえるかだけ見ていこうか。あ、相手は特に変わりはなしか。チームなんだっけ。あ、スコアアタック用だった。結局ミッチーレベルマックスになってすらいなかったっていう、ね、このパーティー変えなきゃな。規制パーティーじゃないんだけど。なんでもいっか、とりあえず最初だし。うん、すごい微妙だけど、これでいっか。合体闇炎。あ、くしゃみ出そう。あ、終わっちゃった。そっか。弱いんだよな、最初。そっか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 。頭にしやがった、こんなことな。忘れてたわ。こんなに弱いんだっけ、最初。そっか。3。これ、あれかな。1とかなのかな、多分。そしたら。いや、横取りなしだと。うん。まあ、最終的にどんどん増えていくんだよね、これね。ワイポイントも。うん。今やっていこうか。というわけでね、そんな感じで頑張っていきましょう。お疲れ様でした。バイバイです。